火災避難訓練の様子避難訓練は、災害、戦争、個人、または集団で行われる、犯罪時における攻撃を想定した避難の訓練のこと。避難訓練は、避難経路を覚え、災害時のパニック状態を抑制し、いざという時の手順を覚えるために行われる訓練である。また近くの避難所を覚える訓練でもある。学校では、 避難時の心構えをまとめた標語が作られており、おかしもなどといった標語を用いて、慎重な行動をするように促している。ちなみに、おかしもは、押さない、書けない、喋らない、戻らないの頭文字を取ったものである。これらの標語は、地域や教える学校によって一部さえがあるが、基本的には焦らず、冷静に行動、判断を促すよう教えている。 2011年3月11日に起きた東北地方太平洋沖地震で岩手県釜石市で拠点避難所として指定されている宇宙居地区防災センターに避難した住民のうち54名が津波に飲まれて亡くなった。2010年5月と2011年3月3日には高台にある一時避難所でなくこの二次避難所を避難先として避難訓練が行われていた。 高齢者への負担軽減のための措置、配慮だったが、逆に誤ったすり込みを生む結果となってしまった。北の空襲を想定、韓国で過去最大規模の退避訓練2012年5月18日閲覧、子供の防災教室日野市役所訓練で、使ったのに、津波に飲まれた、拠点避難所読売新聞2011年3月24日。ありがとうございます。